はいどうも、ひろみでございます。今回はね、このね、見て、ハイゼットジャンボくんね、久々の登場でございます。このハイゼットジャンボくん、久々の登場、なぜかと言いますと、東京オートサロンというのが、1月の14、15、16と、まあね、一般公開が15、16。このハイゼットジャンボくんを出展させようというね、ダイハツのエリアにですね、なんとこのハイゼットジャンボくんが並ぶというね、可愛くしようって言うんでね、今ね、しもべたちがほら見てごらんね、正月明け早々ですね、フレックスのしもべたちがこうやって、はい、こちらには、はい、いつものごとくですね、はい、なのでこのメンバーでですね、また正月早々ですね、普通だったら俺やんだけど、もう今日寒いからね、とりあえずみんながどうしてもやりたいって言うからね、このハイゼットジャンボくんをこのね、久々に見たら可愛いね、やっぱね、可愛いです。これからね、ちょっと可愛くしていきますんで、あの見たい人はですね、あの東京オートサロンの10、15、16、あのダイハツブースにありますんで、ね、まあそんなのはね、どうでもいいっすね、こんなのね、こんなの見たってね、普通のハイゼットだからね、軽トラですから、はい、よろしくどうぞ。まさか今日 YouTube なんて撮るつもりもなかったけど、こっちもくれよし、じゃあこれ場所決めてそのシール貼っちゃうか、軽く抜けてみるよ、みんなで一緒合わせて、一回みんなほらほら、みんな持ちなさい、小芝率いるほらこの絵いいよ、しもべみたいでいいよ、なんかお祭りみたいでいいよ、いいよ面白いね、この絵、そんな感じだね、傷つき防止ね、傷つき防止、一人一枚っていう担当だから。で向こう貼っとくよ。はい、ね、みんなでやらないと。そうするとなんかやった感出るだろ。正月早々。なんか俺やったなみたいな。お、元気か。で、このステーキね、このステーキのね、このステーキをここに、ちょっとこれ気持ちは上げたい。そうですね。なんか下駄みたく底上げできるよ、うん、こんぐらいはいいもんな。そうですね、冬場の作業は
寒いね。1月4日ですからね。あ、いいね。いいよ。ちょうどいい。もう一回ありそう、これ今。ほんと。下何ミリ？ 11？ ネギ。何ミリ？一瞬します。手が気づかないです。まさかつけようっていう。ちょっと白いみたい。だいぶ明るいね。え、後ろもやばいんじゃないですか。というわけでね、今回はこんなメンバーで、ちょっとどいてみろ、これ見せるから、どいてみろ、ちょっとどいてみろ、ほら、かわいい。あ、いい感じ、いい感じ。 Thank you、 正月からありがとう。はい、フレックスのしもべの皆さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。